はい、ニトリさんが右に見え、前のね、赤信号の前に買いますが見えてますか。買います、何を買うのかって話ですけど、万代書店岩月店さんですね。これ店長がいいねで、まあ、好きな値段でいいっていうようななんかあったんですよね。それで買わせてもらった店舗だったと思うんですよね、前回来た時。左折で、あ、天丼天ぷらの先か、天丼3級食いますお弁当ね。あ、はい、どうもフォージタです。はい、でもね、ちょっとね、雨が降ってきましたけどね、万代書店岩月店さん来ました。これやばいですよね、この感じ、この巨大な要塞感。はい、まあ数ヶ月ぶり、半年以上ぶりなんでね、どうなってるのか行ってみたいと思います。ここもね、ガチャどころみたいなのがありますからね。ガチャがあってコスモスがあって、これとかまあちゃんと稼働してると思うんでね。300円一回やってみますか、販売中なんでね。行く、あ、行った。エイリアン、エイリアンって、エイリアンって言っちゃってるんです。大丈夫なんですかね、これ。エイリアン、エイリアン、あ、でも最近作ったやつってことですね。これね、血が出るってこと、どういうことこれ。当時の箱になんで缶バッジが入ってんのこれ。呪術廻戦の缶バッジが入って、これ関係ないってこと、当時の懐かしいものだよみたいなこと、何の説明もないっていうのはありましたけど、缶バッジが入ってました。はい、ということで、万代書店、岩月店さん、ちょっとね、あそこでこの前話した店長が作業してたんですけど、なんかレイアウトを変えようとしてるんですかね。あとでちょっと店長にも話しかけてみます。で、こっちに入っていくと、ちょっと待って、天国と地獄って言わない、普通地獄王は天国って書いてあるよ。地獄の方が前に来るっていうね、なかなかのパターンじゃないでしょうか。まあこの辺はスイッチとか新しいものですね、基本的にはね。で、まあ何ヶ月か前に来てるんで配置は分かってるんで、この奥にね、ゲームがあるわけですよ。まあゲームはこの辺でもゲームなんですけど、レトロゲームね、貴重なやつね。おー、まあここからゲームコーナーで、こっちがキューブで、キューブで、で、こっちが、まあレトロフリークとか、ちょっと新しめのやつで、ここす、あ、ちょっと、え、これは、え、状態すごくいいです。1、10、100、1000万、11万。これ前なかったでしょ、どう考えても。やばいっすね、これね、かなり。あー、カオスワールド。これもなかったね。5万、6万500円。バナナ3万です。この辺なかったと思うんだけどね。ギャラクシアンのこの再販版、報奨書とかついて3万3000。これとか、スーパーコントラ3850円とか、ロックマン3300円とか、まあお安いですね。あ、で、ここに。ありますね。ありますね。でも半年前なのか、もうもはや。で、こういうのもありつつ。で、ここ下を見ていただくと、ベアナックと、画廊が7480円。KOF98 が27500円。そして、あ、負けるな、負けんど、イメージ CD 付きが13200円。ゲームギアとかもね、だいたい8000円とかありますね。で、下。PS2 とか PC エンジンとかね、こっちを見るとスーハミであるということですね。あー、なるほど。箱付きなんですけど、やっぱ箱ピシがどうあるかどうかっていうところを見てるわけなんですけども、安いですね、やっぱね。ランマが900円、有百姓500円、600円とか安いですね。ワギアンランド900円とか安いです、やっぱり。で、ここがサターンとドリーキアス、 PC エンジンもここに一応少しあって、64があると。で、これですよ。ここがやばいですよ、これ。まあ、ちょっとね、箱説なしなんでね、今回はちょっとじっくりは見ないんですけど、ここで何百本も買ったってやつですね。その半年前に。これ安いですよね、そもそもが。200円、300円、500円とかね。鬼安いですよ、これははっきり言って。飛竜の剣2、1400円。安いですね。ファミコンウォーズも1600円とか、バカも1700円とか、安いです。全体的に安いですね。このボーリングがね、ダイナマイトボールが3、4個丸、箱付き4個丸なんて見たことないですよ。1400円。全体的に箱付きでも1000円ぐらいってこれいいですよね。ドンキーコング800円とか、ファイナルファンタジー5が1000円、ヨッシーが1100円とか、大体1000円が多いじゃないですか。1000円以内とか。あ、メモリーカセットがある。いや、鬼安じゃん、これ。まあ、逆にこれはガチャにしといたらまだいいですよね。スーパーマリオコレクションって書いてあるんですけど、2000円と。
鬼安ですねこれね。はい、ということで一応ね、あの置いてあるやつの買い物は終わったんで、ちょっと店長さんにお話を聞こうかなと思うわけなんですけど、店長どうですか最近。ああ用意しといたよ、来るっつうから来るっつうからこれメガドライブがすげえよ、メガドライブがすげえ。これは最近入荷したんですか。最近お客様が買い取らせていただいたメガドライブ、どうぞ。あ、その下の台にもあるから。すごくないですか、一人の方が。まあ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 、じゃあちょっと下も。いや、ジューズ以外大体あるんですよ。え、ジューズ以外レア品あって大体あるじゃん。あー、ほんとだ、あ、ほんとだ、V5 とかあれが多いから、シューティングが結構あるから。はい、うん、ちょっと見させていただきます。これ綺麗なんですか。もう大体大体大体綺麗だと思います。これはどうですか、買い取ったばっかでまだ出ていないってことですか。そうですな。あー、なるほど。いや、ここでさ、はい、言ってもいいんだけどさ、今さ、コネチケとかさ、コネ問題あるじゃない。 あります。お願いとか言われても嫌でしょ。嫌です、はい。そういうことよ。店出るまで待っててくださいね。あ、見せるだけ見せるだけ、マジか。メガワード、お願いやろうとか言われても嫌でしょ。いや、そうですね。どれだろう、この中だと一番貴重なの。いや、でもどうせシューティングなんでしょうね。 V5 は貴重ですよね、やっぱね。あ、 V5 が一番だろう。スプラッターハウスもある。まあ、じゃあしばらくしたら出るんですね、これ、こちら。しばらくしたら出ます。じゃあ、その時もまた。今日、一応ファミコンの箱付きを買いに来ました、今日は。はい。いいのかあればよかった。ありがとうございます。自慢ありがとうございます。じゃあ、また来させていただきますので。はい、じゃあ、また来てください。じゃあ、なんか今度また店長秘蔵のやつを、それはこれじゃないんで、あれば。頑張って出します。ありがとう。なんか忙しいのかありがとうございました。はい、全然。はい、ということでね、万代商店さん買ってきました。はい、今回はね、箱説ありを攻めてきたんで、飛龍の剣2、1400円、ゲイモンス1430円、ダイナマイトボール、まあ、何個も4個あったんで一番いいやつ1540円、そして、まあ、缶バッジでしたね、呪術廻戦、はい、そしてあと店長さんに、すげえ入荷したと、あ、自慢してもらいました。ということで、楽しいお店でしたね。またあれがね、メガドライブとか売り場に出た時、すぐ出るのかどうか分かんないですけど、皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふぎゅうゆ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 う